そっ。まあ、本来出場するはずだった全国がまあなくなって、みんなで演奏する機会が失ってしまったんで、やっぱり不完全燃焼といいますか、やりきれない感じが、まあ、小学校の頃からまあ夢見たステージ、時間かけて作ってきて涙流して練習して獲得した全国大会が1年以上延期した結果なくなった、それはもう私とかでは感じれないくらい悔しいんだろうなと思います。ありがとうございます。本当です。やった。本当に。やります。120%です。最後ってことで思いっきりできるようにしたいです。そこで待っとく意味ねえやろ。もう持ち上げれるようにしちゃってすぐに。大会前とかになってくるとな、背筋がゾクゾクって上がったけど、今もねえよ。淡々と打ってるだけでな。こっからやり直していけたらいいのかなと。あんまり自分はリーダーとしてちゃんとやれてるのかなって思う部分は多かったですけど、まあ隅で言えば最後はこう悔いなく、太鼓はまあチームプレーなので、みんなにとってまあ思い出に残るような最高の一日でしたです。こんにちは。久しぶりでございます。僕が知る限りコウスケは練習を休んだことがありません。で、弱音も聞いたことがありません。人前に出るのが苦手で人見知りで不器用な彼なんですけども、太鼓に対する思いは本物なんじゃないかなと思います。やっぱり大太鼓はコウスケ君じゃないと曲が出来上がらなかったし、コウスケ君は欠かせない存在だったなと思います。自分が太鼓を始めてからずっとコウスケ君はほとんど本当に休むことがなくて、本当に太鼓が好きなんだなと思って、すごいなと思ってました。ずっとやめなくてやっぱ頑張ってこられた、そのがやっぱすごいところだよね。一番苦労してるから。今メンバーの中でこういう雰囲気を作っているのは間違いなく彼の存在だったからなので、コウスケ君の存在はみんなにとって大きかったなって思うんで、自分のためとかだけじゃなくて、コウスケ君のためにもいい演奏ができたらなと思います。コウスケ君の太鼓はいつも安定していてすごく聞きやすくて、これからそれがなくなるって考えるとちょっと寂しいですけど、次の進学先でも頑張ってください。今までありがとうございました。Thank you.
まあ、僕はまあ本当一番上になった時は本当にもうプレッシャーで、まあ、ちょっといろいろもう悩みながらやってたんですけど、本当にみんながこう支えてくれたおかげで、まあ、今日ここまでやってこれて、本当にやっててよかったなと心の底から思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。心の底からのヒールスポーツ演奏でした。サプライズのハルコのメッセージ今本当明るく、まあ、愉快な、まあ、楽しいチームだったと思う。本当みんな大好きよ。